リモアイはリモ山群の手法で標高は7385メートルである。カラコルム山脈の死脈であるリモ山群の北部に位置している。シアチェン氷河の氷河末端から20キロメートルほど東北に位置し、世界で71番目に標高の高い山とされている。リモは島模様の山という意味であるとされる。この山に発するリモ氷河は植川に流れ込んでいる。 カラコルム山脈東部のカラコルム山脈東部の中心部という遠隔地に位置していることから、リモ山群はほとんど知られないまま、20世紀に至るまで、ほとんど誰も足を踏み入れなかった。探検家、フィリッポデ・フィリッポは1914年に、フィリップ・クリスティアン・フィッサーとジェニー・フィッサー・ホーフとの夫妻は1929年に、当地を訪れた。当地は、遠隔地であることに加え、 シアチェン氷が一帯をめぐって、インドとパキスタンが政治的、軍事的に対立している不安定な地域となっている。現状では、インドがリモ3軍へのアクセスを支配している。リモ3軍は、リモの名を冠した6方の3方からなっている。リモアイの他に、以下の山々がある。リモ2方は小さなピークであり、リモ1方の北領上の北東方向150。 メートルほどに位置している。他の峰はさらに北側に位置する独立した三方である。リモ3は世界で98番目に標高の高い山であるが、リモ2は十分なプロミネンスがないため、標高が高い山の順位には加えられていない。リモ3群は北側に最も大規模な中央リモ氷河、東側に南リモ氷河があり。 さらに西側にやや小規模な北テロン氷河がある。リモサン軍の投範しようという最初の試みは、1978年の日本の遠征隊によるものであったが、これはほとんど成功しなかった。1984年にはインド陸軍の遠征隊がリモフォーの登頂に成功し、1985年には有名なヒマラヤの経験者、ハリシュカパディアが率いる。 十分に組織されたインド・イギリス遠征隊が入山した。このインド・イギリス遠征隊は、デーブ・ウィルキンソンとジム・ホザリンガムがリモーの初登頂に成功したが、リモアイの登頂は果たせなかった。リモアイの初登頂であり、現在のところ唯一の登頂は、深シンと小形義雄が率いた1988年のインド・日本隊によるものである。 この体は南側のアイベックスコルと呼ばれる重要な暗部を起点として南壁を倒範して南西領に上がった。この経路は1500メートルに及ぶ技術を要する倒範を含むものであった。ありがとうございます。